はい、皆さんこんにちは、しままです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はユーザー車検に移行第3弾ということで、ZRX のクーラントを交換していこうと思います。作業内容は、タンクを外してアンダーカウルを外して、で下のドレンボルトからクーラントを抜くんですけど、まあ、サイドカバーの内側にここですね、リザーバータンクが入ってますんで、それも外してその中に入っているクーラントも抜いて洗ってと、で最終的にラジエーターキャップからクーラントを注いで終了という感じの作業内容になります。はい、それでは作業スタート。燃料ホースをね、外していきましょう。不圧用、不圧方のね、はい、これが外れますと。で、タンクを外すんですけど、この内側にカップラーがあるので外して、これでタンクが外れます。で、サイドカバーも外していきましょう。これリザーバータンクですね。はい、とりあえずここまで外しておいて、次はアンダーカウルですね。アンダーカウルはここ1本2本、反対側も計4本のボルトで止まってます。はい、緩めていきますと、まあ、この時点でラジエーターキャップはまだ抜かないですね。ポタポタですね。で、これでラジエーターキャップを緩めるとですね、出てくるはずですと。はい、こんな感じ。おしっこジャージャーっていう感じですかね。で、これで抜け切るまで待ちますと。はい、大体抜けましたね。一度閉めときますと。まあ、抜いたクーラント別に、ちょっとこれバケツが汚いですけど、特に油も浮いてないし、うん、まあ綺麗です。綺麗っちゃ綺麗ですね。はいはい、そしたらリザーバータンクも外していきましょう。よし、でホースを外すと、はい、リザーバータンクが外れましたと。で、リザーバータンクの中のね、クーラントも抜いちゃいます。はい、これですね、一応クーラントが抜けましたと。これから、リザーバータンクの中洗って、ラジエーターキャップから一度水道水入れて1回抜きます。まあ、クーラントオイルもそうなんですけど、まあ、そのまま水道を流せないので、こういう大人用の高齢者用のおむつのパッドとかリハパンとか、私が使ってるわけじゃないですよ。私が、まあ、そろそろ使う年齢かもしれないですけどね、尿漏れ注意なんで、はい、まあ、こういうので吸収させて、で燃えるゴミに捨てるという形になりますね。
もう一回ね、水を入れて中を少し洗って、うん、古いクーラントを出してっていう感じですかね。冷却系統の清掃ということでサービスマニュアルを見ると、まあ市販の洗浄剤と浄水道混合液を注入してエンジンかけて10分ほど走行すると、でエンジンが冷えた後に混合液を抜き取って浄水道を注入する、そして暖気すると、でエンジンが冷えた後水を抜き取るっていう、その工程を2回繰り返すっていうことなんですけど、はい、やる方はやってください。私は走りません。あの定期的にね、車検かもしくはそれより短いスパンで変えているので、はい、今見た感じも変な織物もないですし、水を流してっていう形をね取って終わりにしたいと思います。私としたことが大失態。クーラント予備があるかと思ったんですけど、予備が足りなかったです。 SL でリュックサック背負ってナップス横浜に買いに行きました。シマップス横浜からナップス横浜まで、はい、短いツーリングとなりました。はい、では作業を再開していきます。クーラントのドレンボルトのワッシャー、まあガスケットっていうんですかね、はい、でまあ新しくした方がいいですよね。はい、でチェックのもですね、このワコーズの、はい、ヒートブロックプラスってやつですね。でサービスマニュアルではですね、クーラントの容量がですね、リザーブタンク、エンジン、ラジエーター全部含めて3リッターということですね。ドレンを閉めたのでここから入れていきます。これね、静かに、なるべく静かに、こう押すだけでも出抜きできるんですよね。でリザーバータンクにも、フルまで注ぎますと。はい、マニュアルでいくとですね、ボルトの奥にあるこれ映ってるかな、これね、これ、まあ、ここからでも、ね、エア抜きちゃんとしてください。はい、ここからね、はい、こう緩めれば液が出ますんで、そこでこのモーターポンプ内のエアが抜きますんで、私いつも抜けないです。録画ボタンを押すの忘れてました。いやいやいや、参ったな、どうしよう。もう作業がほとんど終わっちゃいました。ちょっと最終的にね、エンジンも冷えたので残量を確認していこうと思います。ですね、じゃあラジエータークーラントを入れたのでラジエーターキャップを閉めましょう。でリザーバータンク、エンジン冷えたのでリザーバータンクに、からエンジン内に戻るんですよね。エンジンが温まってる時は膨張してですね、リザーバータンクに戻ってくるんですけど、エンジンが冷えるとエンジンの方に戻りますんで液面が低くなります。で今車体垂直にするとロアレベルギリギリっていうところですかね。なのでこれを、フルまで近くまで入れて作業を終了となりますと。はい、実際にですね、このエア抜きバルブから緩めるとエアが抜けてくるんですが、まあこのホースですね、こういうホースをねこう押すと、押すだけで結構抜けるんですよ。はい、この中サーモスタットが入ってますね、循環させるんですね。サーモスタットが開くと循環するので、はい、そうするとどんどんもっとエアが抜けていきますんで、抜けた分液面が下がるので継ぎ足しですね。なのでエンジンが、最終的にはエンジンが冷えた状態でこのフルあたりまで、
はい、リザーバータンクの中に予備というかね、はい、入れれば OK ですね。で乗ってるとねエアはだんだん抜けていきますんで、はい、そんなにブレーキフルードみたいにね念入りにやらなくても大丈夫かと思います。はい、なんかね中途半端な動画になっちゃいましたけど、クーラントの交換は以上で終了です。